エウスカルドゥナ国際会議場、コンサートホールは、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオにある複合施設、会議場、コンサートホール、劇場などを内包している。エウスカルドゥナ宮殿とも呼ばれる。ネルビオン川の河子、かつてエウスカルドゥナ造船所があった場所に建てられた。設計は、フェデリコソリアーノとドロレスパラシオス。1994年に建設が開始され、 1999年2月に開館した。4室の会議場、8室のミーティングルーム、主にビルバオペラ愛好者協会とビルバオ公共楽団が使用する2164席のコンサートホール、614席の劇場、レストラン、コンベンションセンター、ギャラリーを内包している。2003年には国際会議場協会によって、 世界最高の会議場に選ばれた。ビルバオグッケンハイム美術館があるアバンドイバラ地区に位置している。アバンドイバラ地区は1990年代以降に再開発がなされ、美術館や国際会議場の他にもイベルドローラタワーやスビアルテショッピングセンターなどが建設されている。ネルビオン川を挟んで対岸にはデウスト大学が位置している。コンサートホールは ビルバオトラム A 線の駅、メトロビルバオ L-1、L-2 の駅、セルカニアスビルバオ C-1、C-2 の駅に接続している。ありがとうございます。